ハリウッドの超一等星ともいえる星々を特集でお送りしております、スターの時代。今回はおなじみジョン・ウェインでございます。まあこの外国映画に馴染みがないんだとそうおっしゃる方もジョン・ウェインのことについてはよくご存知でしょう。ましてやかつてあの西部劇の激烈なファンであられたあなた、ジョン・ウェインというのはもう本当に忘れようとしても忘れることのできない存在であるはずです。私など若干捨て鉢な言い方をいたしますとね、このジョン・ウェインとジョン・フォード監督の死によって西部劇もまた死んだんだと、こう言いたくなる部分もあるわけです。そして私たちこのジョン・ウェインという男性に関してはまあいろんなアメリカを彼の上にこのイメージいたします。そこには当然あの開拓のアメリカ、パイオニアのアメリカというそういうイメージもある。そしてまたあの人工的な都会文明とは違う土のアメリカ、大地のアメリカ、そういうイメージもあります。またあのアメリカという国が軍事力の点でも世界の警察であることを誇ったあの時代のアメリカというそういうイメージもありますね。いやそれよりも何よりも彼はまさにこの男の中の男というそういうイメージで生き続けております。まあ、そういう点で私たちにとってあのアメリカという国が大きく大きく本当に大きい国に見えた、そのアメリカの大きさの象徴でもあるわけなんですね。しかしああいう男の中の男が一体私たちにこの出会う前、そしてアイドルになる前、どういったアメリカに育てられたのか。1907年5月26日ジョン・ウェインはアイオワ州のウィンターセットという町に生まれました。本名マリオン・モリソン、二人兄弟の長男でした。やがてモリソン家はカリフォルニアに移り、マリオン少年もそこで学校に通います。高校時代からフットボールに熱中し、南カリフォルニア大学では花形選手として鳴らしました。この頃チームでフットボール映画にエキストラ出演したのがきっかけで、マリオン・モリソンは活躍の場をグラウンドからスクリーンへと移すことになります。撮影所に出入りしていた21歳のマリオンは新進の監督ジョン・フォードの目に留まります。しかしすぐに大スターの誕生とはいきませんでした。フォード作品に早役で 2,3 出演した後、マリオンはジョン・ウェインの芸名をもらい俳優として本格的にスタートします。しかし最初の主演作は興行的に失敗。以後およそ10年間彼は B 級西部劇のあまりパッとしないヒーローとして映画界の荒野で戦い続けます。悪人を倒す役なら特に文句はないのですが、時には我慢のできない役を押し付けられることもありました。当時所属していた映画会社が歌う西部男というアイデアをひねり出し、ジョン・ウェインをこれで売り出そうとしました。珍しくも貴重なその歌です。会社側はこのアイディアにご機嫌でしたが、ジョン・ウェインはもちろん不機嫌。彼自身が、そして映画ファンの全てが待ち望んでいた役はこの6年後にやってきます。もしこの映画がなければその後のジョン・ウェインもなかったでしょう。ジョン・ウェイン、この時31歳。当時三流の俳優と見られていたジョン・ウェインを主役に据える、監督ジョン・フォードにとっては一つの冒険だったのかもしれません。
その冒険の結果は誰もが知っている通りです。ラストでジョン・ウェイン扮するリンゴ・キッドは1対3の決闘に臨みます。銃声三発、三流俳優という評価も消えていきました。駅馬車によってジョン・ウェインは俳優としての第二のスタートを切りました。それも実に順調なスタートでした。スクリーンの巨人への道をまっすぐに走り始めます。脚本を自分で選ぶ力と余裕が生まれてきます。正義感にあふれたヒーロー像は変わりませんが、そこにユーモアとロマンスも加わるようになりました。駅馬車で共演したクレア・トレバーと再び組んだ作品。いつも自ら進んで西部の荒野に向かうジョン・ウェイン。1940年代に入ると彼は新たな荒野に向かうことになります。 And dastardly attacked by Japan on Sunday December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Saddle up! Saddle up! 1942年制作のフライングタイガースという映画を最初として、スクリーンのジョン・ウェインは戦場という荒野でヒーローを演じます。テンガロンハットをヘルメットにかぶり替えました。どこか曖昧な正義という言葉をはっきりと愛国心に置き換えました。この映画はある意味で貴重な映画です。それはジョン・ウェインが初めて死ぬ役を演じたからです。ジョン・ウェインはこれまでに出演した89本の映画で一度も死んだことはありませんでした。戦場という荒野にはおそらく不死身のヒーローは存在しないのでしょう。
Stryker. Sergeant John M. Stryker. You're gonna be my squad. 戦後作られた硫黄島の砂。このストライカー軍曹役でジョン・ウェインの演技は高く評価され、初めてアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされました。この映画でもジョン・ウェインは勇敢に戦った後戦死します。西部劇ファンにとっての黄金時代がやってきます。いわゆるジョン・フォードの騎兵隊三部作が作られた時代です。ジョン・ウェインはその全てに主演し、かつての単純明快なヒーローではない奥行きのある人物像を作り上げました。騎兵隊3部作では第3作にあたるこの映画で、ジョン・ウェインは家族の絆、親子の情愛なども表現してくれました。騎兵隊三部作の第一作がこのアパッチ砦。ヘンリー・フォンダとの共演は西部劇ファンならずとも見逃せませんでした。Well, Cochise has crossed the river, sir. He's coming in with all these people. Wants to talk peace. He's returned to American soil? Yes, sir. Now with the colonel's permission, I'd like to shake some of this Mexican dobe dust and get back to dance. There'll be no time for that, Captain.The regiment moves out at dawn. The regiment? Cochise says he'll meet with you and me and meet you. We'll take a small detail and go unarmed. I've arranged a rendezvous this side of the dragoons. Sergeant Major, you stop the dance. That's the word of the first sergeant. Prepare their troops to march at dawn. Troop commanders will oblige me by meeting at headquarters at once. Colonel, if you send out the regiment, Cochise will think I've tricked him. Exactly.We have tricked him. Tricked him into returning to American soil, and I intend to see that he stays here. Colonel Thursday, I gave my word to Cochise. No man is going to make a liar out of me, sir. Your word to a breech-clouded savage, an illiterate, uncivilized murderer and treaty breaker? There's no question of honor, sir, between an American officer and Cochise. There is to me, sir.
I don't see them, not a one. Well, they're down there, sir, among the rocks. Have you seen them, Captain? I don't have to, I know. How? Because if I were Cochise, that's where I'd take up position. And that dust cloud beyond? It's an Apache trick. Probably squaws and children dragging mesquite. Very ingenious, Captain. You make me suspect your Cochise has studied under Alexander the Great, or Bonaparte at the least. Gentlemen, mount your troops. We're charging the column of fours. Mounted in fours? That's suicide, Colonel. I tell you, they're York. Down there. Captain York, you're relieved of command of your troop. There's no room in this regiment for a coward. At your service, sir. Bugler, pick up Captain York's gauntlet. Yes, sir. I'm no duelist, Captain. I will decide whether I will answer you with pistols or a general court-martial. You will remain on the ridge, in safety, with the supply train. Take a Rourke with you. Good morning, sir. 542, sir. 541. And a lovely day it is, sir. ジョン・フォードの騎兵隊三部作。残る一本がこの黄色いリボン。42歳のジョン・ウェインは退役間近の老騎兵隊員をしみじみと演じました。Good man, Mackenzie. Made corporal 5 or 6 years. Got a breath on you like a hot mince pie. Oh, Captain Jolly, don't you well know I took the pledge after Chipotle Bay. And Bull Run and Gettysburg and Shiloh and St. Patrick's Day. Okay. On 4th of July. Oh, Captain Darling. Keep me where you hide this stuff. Six more days, and I retire. Well, the Army will never be the same when we retire, sir. The Army is always the same. The sun and the moon change. The Army knows no seasons. Here we are in our prime, and they're turning us out the pasture. It's an abuse of the taxpayers' money, I called it, sir. The only tax you ever paid was a whiskey tax. Ready? Ready, sir.79本の西部劇を含めてジョン・ウェインは生涯に154本の映画に出演しました。102本目の作品にあたるこの黄色いリボンではジョン・ウェインの演技に対して円熟という言葉が使われるようになりました。最後の任務に就く前の晩、墓に眠る亡き妻に語りかける有名なシーンです。Well, Mary, only 6 more days to go, and your old Nathan will be out of the Army. Haven't decided what'll do yet. Somehow, I just can't picture myself back there on the banks of the Wabash, rocking in a front porch. Oh, I've been thinking I'd maybe push on west. New settlements, California. We had some sad news today, Mary. George Custer was killed. His whole command. Miles Keogh. You remember Miles. Happy-go-lucky Irishman. Who used to waltz so well with you? Yeah.
I know. I guess I was a little jealous. Never could waltz myself. Well, take the troop out in the morning. Cheyennes are on. I'm to pick up the patrols and drive them on back north. Probably be my last mission. Hard to believe. Hard to believe.舞台は西部の荒野からアイルランドへ。監督ジョン・フォード、共演モーリン・オハラ。元ボクサー役のジョン・ウェインは豪快な殴り合いと痛快な男性像をスクリーンに残しました。I'll be going on home now. I'll have the supper ready for you. Stand with that dirty blow, son! Get back there! Will you let him up? Get back there! Go on, get back! Get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  on, get back! Shouldn't we put a stop to it now? We should, lad. Yes, we should. It's our duty. Yeah, it's our duty. Does that mean the fight's over? No. That's just the end of round one. まあこの静かなる男、これは監督ジョン・フォードにとっても、そしてジョン・ウェインにとってもまさに会心作と呼べる、この楽しさ、明るさ、そして映像性に満ちあふれた傑作でありました。もう本当にこのジョン・ウェインの持っている素朴な男のユーモア、これが一番伸び伸びと出たんじゃないかと思います。まあジョン・ウェインずっと後になって、あの勇気ある追跡でアカデミー賞の主演男優賞をもらったわけですけれど、本当を言うとこの監督にとってもジョン・ウェインにとってもこの先祖のふるさとに帰れたという、そのアイルランドのこの静かな音、これが彼のアカデミー賞には一番ふさわしい作品だったんじゃないだろうか、そんなことが思い出されますね。しかし実を言いますと、これを作った時まだジョン・ウェイン40代の半ばであったわけです。あのクルーフレを作り日本へやってきて長期滞在して、まあその間毎日毎日日本のビーフステーキが美味しいと言って、何百グラムのこの巨大な肉の塊を食べ続けたそうですけども、あれもこの後のお話。そして慈悲を投じてあの大作のアラモを作ったのもこの後。そしてあのグリーンベレーでベトナム戦争に深く関わってしまったのもこの後のこと。振り返ってみますとね、ジョン・ウェインの演技歴ってのはほぼ半世紀に及んでいるわけです。そしてその間3度がん、つまりあのキャンサーの大手術を受けまして命を切り抜けまして、そして最後までこの主役という位置を降りなかった、脇役へ退かなかったわけです。最後にあのラストシューティスト、もう自らこのキャンサーを背負ったガンマ、本当にこう危機迫るようなこのイメージがございました。本当にこのジョン・ウェインという人はスクリーンの上で嘘をつかないんだと、自分自身しか表現できないんだということを改めて証明したような作品であったわけですね。しかし最大の皮肉は、彼が人生のクライマックスに達したその時にアメリカが改めてこのアメリカの開拓という意味を問い直されたことだと思います。それは当然このジョン・ウェインの影を落とした、つまり彼はまさにこのアメリカというものを表現した男性であったけれども、そのアメリカは古き良きアメリカの方であったということですね。それがいわば今もこのジョン・ウェインへの評価を二分させております。しかしそういった評価を超えて、彼は本当の男でした。大きな、そして強烈な決断力を持ち、決して迷わず自分を愛してくれる者への信頼は裏切らない、そういった男のイメージをアメリカ映画の上に掘り続けたわけです。I spoke to the man up there on many occasions, and I have, but I've always said, keep faith that there is a supreme being. There has to be. You know, it's just, to me, that's just a normal thing to have that kind of faith.
fact that he's let me stick around a little longer, or she's let me stick around a little longer, certainly goes great with me. I mean, and I want to hang around as long as I'm healthy and not in anybody's way. Well, getting up in the morning and being still here, as far as I'm concerned, has reached the point now. I've had enough experience to know that if I open my eyes and look outside, it's a nice foggy day. If it's a sunny day, it's beautiful. あの駅馬車と同じく1対3の決闘に臨むジョン・ウェイン、これが最後の映画となりました。 Good morning, sir. Good morning. This is my birthday. Give me the best in the house. Yes, sir. Right out there. Collingwood and the rest. And they'll keep on living as long as the regiment lives. Their pay is $13 a month. Their diet, beans and hay. Maybe horse meat before this campaign is over. Fight over cards or rot-gut whiskey, but share the last drop in their canteens. Their faces may change. Their names. But they're there. They're the regiment. You ask her why that she keeps it for her lover who is far, far away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 . Oh, she keeps it for her lover who is far, far away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 . Oh, she keeps it for her lover.